ADSL、ADSL、A AD セメトラックデジタルサブスクレイバーライン、非対称デジタル加入車線とは、デジタル加入車線、DSL の一つであり、ツイストペアケーブル通信線路、一般のアナログ電解線を使用する、上り、アップリンク、受信と下り、ダウンリンク、送信の速度が非対称、A セメトラックな、高速デジタル優先通信技術、並びに、電気通信駅務のこと。 ADSL の技術は1990年代にスタンフォード大学とベルコア社が提案したメタリックケーブルを利用した高速デジタルアクセス技術である。ADSL は複数ある XDSL 規格の一つである。XDSL の技術は大きく分けて上り信号と下り信号が同じだけの帯域幅を持つ SDSL シンメトリックデジタルサブスクレイバーライン。 対象デジタル加入者線と、上りと下りで帯域幅が異なる ADSL、A セメトラックデジタルサブスクレイバーライン、非対象デジタル加入者線に分けられ、またそれぞれの中でも細かな変調方式の違いや、モムチップメーカーの技術的な思惑の違い、技術革新による性能向上企画の登場、各国独自の既存電話事情等によって多くの企画が乱立した。 例えば、日本でのみ普及していた ISDN の周波数帯とのノイズ干渉を避ける G992GDMTG ライトアネックス C 等が代表的である。2010年頃からヨーロッパを中心に複数の SDSL 回線を束ねて使用する EFM、e ーサ n e t IN THE FIRST MILE という専用線サービスが普及しつつある。 ADSL の特徴として、一方の通信帯域を削ることでもう一方により、大きな通信帯域を割り当てている、非対称。通常は下り、ダウンリンクの速度が上り、アップリンクの速度よりも高速に設されている。これは、一般家庭などでのインターネット利用では、ウェブアクセスなどの用途が主となるため、ダウンリンクデータの容量が、アップリンクデータに比べてはるかに多く、 ダウンリンクを優先することで、総合的にデータ通信速度を高速化するためである。季節のツイストペアケーブル通信線路で、アナログ固定電話による通話と同時に信号を伝送するため、音声周波数帯域0.3から 3.4kHz を避けたより高く広い周波数帯域を使用し、複数の搬送波を利用した OFDM などのデジタル変調を使用し、 ADSL モデムで誤り検出訂正や回線に合わせた通信速度調整を行っている。そのため、従来の電話回線用モデムや低速仕様の ISDN などと比べて高速なデータ通信が可能である。次の2種類の規格から提供が始まった。次のようなものが拡張規格として定められている。以下のような技術を用いることにより、ダウンリンク12-24。24 40Mbps、アップリンク3、5Mbps などと高速化されていった。また、アップリンクを低周波数側、ダウンリンクを高周波数側とすることで、送受信の分離、周波数分割復信をしているものが多い。さらに、エコーキャンセラー、エコーキャンセラーを使用し、アップリンクとダウンリンクの周波数をオーバーラップ、オーバーラップさせ、ダウンリンクの安定化。 高速化とともにアップリンクを高速化ているものもある。ADSL モデムは ADSL 通信に用いられるデータ、回線集端装置である。ADSL 通信経路の両端末である、利用場所と収容局双方に設置される装置で、一般的には利用場所側の装置を ADSL モデムと称す。モデムによっては、IP 電話用のアダプターと、 ブロードバンドルーター機能を内蔵しているものもあり、ADSL 信号で IP 電話を利用することが可能な契約もある。スプリッターは通話とデータ通信を同時に可能にするため、音声周波数帯を電話機、電話交換機へ、データ通信用の高周波数帯を ADSL モデムへ、それぞれ周波数分割して接続するために用いられる、器で分波器と混合器との役割を持つ。 三つの接続口を持ち、加入車線からの配線を、ライン端子、電話機を、フォーン端子、ADSL モデムを、モデム端子に接続するのが、一般的である。また、ADSL モデムに内蔵されている場合もある。北米では、積極的な ADSL の導入により2000年には140万回線を超える普及となった。アメリカで、 ブロードバンド接続を提供している事業者は主に大手通信事業者とケーブルテレビ事業者である。ケーブルテレビ事業者がケーブルモデムを提供しているのに対し、大手通信事業者は ADSL 接続や光ファイバー、衛星接続を提供している。OECD の統計によると2015年6月現在、固定ブロードバンドの接続数、 1> 約1億252万回線のうち56.5%がケーブルモデム29.7%が ADSL9.4% が光ファイバーであった2015年6月末現在ブロードバンド加入者数約2626万のうち83.6%が ADSL で14.6%が超高速ブロードバンド 最大通信速度 30Mbps 以上、残りが感染が光化されていないケーブルや衛星回線等であった。ADSL 加入者数は2014年代3、四半期をピークに減少傾向にある。日本では2000年代前半に季節のメタリック通信線が利用できることで急速に普及した。従来の公衆交換電話網を経由した。 ダイヤルアップ接続による重量性通信料金ではなく、月額定額料金で提供される場合がほとんどで、常時接続という利用形態が普及した。しかし、2000年代後半になると、携帯電話に代表される高速内動系通信サービスの普及と、光ファイバー、FTTH による高速通信が主流になるにつれて利用者が減少しており、さらに、 PSTN の将来的な NGN へのマイグレーションに伴ってサービスの廃止が検討されるようになり NTT 東日本と NTT 西日本は2017年11月30日 FTTH サービスフレッツ港提供エリアで ADSL サービスフレッツ ADSL の提供を2023年1月31日に終了すると発表した 季節の公衆交換電話網のメタリック通信線によるアナログ固定電話回線にデジタル情報を頂上して家庭や小規模事業所からのブロードバンドインターネット接続に使用されるアナログ電話回線に頂上させて提供するものをタイプ1、頂上させずに提供するものをタイプ2というアナログ電話回線を使用するがデジタル情報による通信であるため 法的にはデジタル伝送路として扱われる。このため工事には電気通信設備工事担任者の DD 種もしくは総合種が必要となる。1999年4月に稲市優先放送農業共同組合にパラダイン製の ADSL モデムを同社の従業員が持ち込み優先放送電話モでの接続実験を行った。同年8月27日に 稲 XDSL 利用実験連絡会が記者会見を行い、8月から9月にかけて、稲市優先放送農業共同組合での XDSL の公開実験をすると発表した。その時の主な参加企業は、長野県のプロバイダー事業者として、富士通長野システムエンジニアリング及び長野県共同電算、システム構築を担当した企業は KDDI、研究所、数理事券、 サンマイクロシストムズ、XDSL の機材提供を行ったのは、住友電気工業、住友電説、ソネット、パラダインジャパン、NEC であった。同年9月1日にジャニスネット、株式会社長野県共同電産が、長野市の川中島町優先放送農業、共同組合の優先放送電話網を使って、 下り最高 1.5Mbps 上り最高 272Kbps のサービスを始めたのが商業 ADSL サービスの始めとされる。東京メタリック通信後にソフトバンクへ九州は1999年12月24日に新宿新南口のユースビル1階で ADSL、SDSL AD 接続サービスのデモセンター新宿メタリックバーを開設した。 NTT 電話網を利用した商用 ADSL サービスは1999年12月にコアラが大分市の一部を対象に、ついで2000年1月に東京メタリック通信によって東京23区内の一部を対象に開始、申し込みは1999年0頃からされた。ADSL をはじめとしたブロードバンドは基礎的電気通信へ勤務として位置づけられておらず、 あまねく全域、すべての市、町、村で提供することが法的に義務付けられていないため、過疎地、町、山村、離島などで利用できない状況と、それに伴う料金の地域格差拡大の恐れもある。また、対応インターネットサービスプロバイダーにおいても、地域格差が生じている。例えば ADSL を加入者接続に利用する場合、 NTT などのアクセスライン提供事業者が設置する相互接続点に専用線サービス提供用サーバーなどを接続しなければならない。これらの機器、回線を他の事業者の社屋に有料で設置するなど高額な費用がかかるため都市圏のプロバイダー以外の新規参入がしにくいという代を抱えている。加入者線路は音声などの低周波伝送を満たすシールドなし。 ツイストペアケーブルを使用しており、これを高周波電送に転用しているためその電送特性が保証されておらず、速度や安定性などが設置条件によって大きく左右され、通信品質を保証することができないベースとエフォート。実際のところ、通常の使用環境では、最良でも理論値の70から80%程度となる。ADSL の速度低下の 主な要因としては次のものがある。影響が大きい場合は、速度低下のみならず ADSL 通信そのものを確立できない、リンクアップしない状況に至る。しかしながら、線路情報開示システムにアクセスして電話番号を入力すれば、電話局からの距離や回線損失などの回線の状況を知ることはできる。ものの、回線が光収容の場合は、エラーになる。実際には、 契約可能区域となっているにもかかわらず、地方など交換局が層になっている地域やノイズの多い地点などでは、速度が大きく低下する、または接続できない地点が存在することもある。ただ、回線の通信速度が遅い問題や接続できない、リンクできない問題は、モデムの技術水準向上や各種の技術開発により、普及開始当初よりは大きく改善している。 ADSL という技術自体が2000年代に入ってから実用化された通信方式として歴史が浅いこともあり、ADSL モデムのファームウェアを最新のバージョンに入れ替えることで通信状況が改善されることも多い。業者の中には通信速度が上がらない、通信できないにもかかわらず解約に応じないと問題視されている事例もあり、国会などでも取り上げられた。 現在においても、半ば強引な契約と顧客の知識不足が重なり、開通後に速度が上がらないなどの苦情が絶えない。また広告での最大速度は理論値であり、必ずしも使用通りの速度が出ないことへの注意書きの扱いが小さいとして、業界へ、公正取引委員会からの指導も入った。数メガ BPS といった高速での接続は、 収容局の周辺数キロメートルに限定されることや、古いパソコンや初心者ユーザーにとっては、オーバースペック、過剰性能の場合もあり、2003年頃から、下り 1Mbps 上り 512Kbps 程度の低速ながら低価格なサービスも登場した。ADSL は FTTH と異なり電話線を利用するため、保安機が ADSL に適合していないと、 電話やファックスを利用するときに一度回線が切断されてしまう。保安器を新しいものに変えれば問題はない。日本方式の ISDN、INS64 には ADSL を頂上して使用できないため、INS64 をアナログ固定電話に切り替える必要がある。インターネット回線の速度向上を主眼に切り替えを行う利用者が多いが、音声通話の面で サービス低下が顕在化する場合が多い。代表例は i ナンバーにて複数番号を利用していた場合でアナログ固定電話へ切り替えた後も回線数を維持する場合はダイヤルインを契約する、IP 電話を契約するなどの追加費用が必要となる。アナログ固定電話に比して INS64 は提供される付加サービスが 高機能であることや牢和と呼ばれる現象、他の電話線との間で、干渉により、通話音声が互いに漏れるが生じにくいなどの、通話品質が痛め、アナログ固定電話への切り替えを避け、タイプ2という ADSL 専用の回線を引き込む場合もある。なお、NTT は、ISDN の廃止時期を2025年としている。光収容とは利用場所から、 収容局へ至るまでの伝送路において、電線そのままではなく、途中で電話用の光ケーブルへ変換、収容されていることを表す用語。対語は、メタル収容。ADSL は、音声通話帯域よりも高い周波数帯域を、デジタル情報伝送に利用する技術であるが、電話用光ケーブルでの音声伝送は、光収容の機器が設計上その高い、 周波数帯域の伝送配慮しておらず、光収容、音声多重化の際には、不要帯域としてカットされてしまう。このため、伝送路の途中や、電話局側末端で、光収容されている加入者回線は、ADSL 信号を、局者のズラムまで通させることができず、通信が成立しない。光収容加入者は、残地されている、空きのツイストペアケーブル、 メタル回線があった場合にのみ、加入者負担で収容替え工事を行った後で、ADSL の工事が可能である。しかしコンテナタイプの簡易局舎などで、遠隔多重加入者線伝送装置、RT、リモートターミナル、RSBM、リモートサブスクレイバーモジュールに接続されていたり、マンションなどの集合住宅で、主配線盤に光ケーブルのみが引き込まれているなど切り替えが不可能で、 ADSL が利用できない場合もある。2000年代に入り幹線部分のメタル通信線路の新設が停止されているため、光収容加入者はさらに増加するものと考えられる。ただし都市部などでは、以前より普及している CATV のインターネットサービスや2004から2005年あたりからの光ファイバー回線、FTTH、 FTTX の本格的展開普及により、ブロードバンド回線が引けない問題はおおむね解消されつつある。しかし、集合住宅など、一部には依然としてその問題は、残っている。アクセスラインのみ、提供の電気通信事業者が行う、回線サービスである場合、2006年現在、NTT 東西のフレッツのみ、あくまで加入者と電話局との端末装置同士で、 高速通信を実現するものである。このため、インターネットへの接続には、インターネットサービスプロバイダとの契約も必要である。また、プロバイダが、ADSL 接続業も兼ねている、契約形態でも加入者回線を使用するために、当然 NTT などの通信回線を保有する、電気通信事業者と契約をしている必要がある。したがって、 計2種類の事業者と契約する必要があることになる。この煩雑さは通信回線の保有とプロバイダ事業を合わせて行う CATV にはない部分である。ただしプロバイダ側が ISP サービスの申し込みと同時にフレッツの申し込みを代行受付し料金請求も合算して行っている場合もある。しかし契約はあくまでも2カ所である。ユーザー側から見た場合には この契約の手続きを少しでも簡略化するためと、プロバイダ側のユーザー囲い込みも目的に、プロバイダが ADSL 接続業も兼ねている契約形態。YahooBB や TNC、ADSL パワーラインやプロバイダが窓口となって、ADSL 契約も一括して行う形態。ADSL 提供業者がいいアクセスや悪化ネットワークスの場合、ホールセール、 コールセールイコール卸売りとも言うもあり、利用可能な地区の場合には、フレッツ ADSL 料金プロバイダ料金により、総額料金が安く設定されているが、この場合には、ADSL 接続で複数のプロバイダを切り替えて、利用できない欠点がある。自家集電話に変更した場合には、系列企業の ADSL サービスしか利用できない、などの制限がある。2001年は、 ブロードバンド元年と言われた。Yahoo BB と組み合わせて使う IP 電話の BB フォンがサービス開始となり、同事業者間で無料通話ができることから IP 電話が広く認知されるようになった。2003年に IP 電話で05例番号が不満され、主に ISP 系のイツップの新規参入が顕著になる。NTT が フレッツブランドで FTTH と ADSL の二本立てでブロードバンド対応を進めた。E、アクセスアッカネットワークスやフービービーなど主要な電気通信事業者も利用可能な地域を拡大した。総務省の発表によると2001年1月の時点では16,194回線だったのが2001年12月の時点で1524,348回線に なり、2003年12月末には1000万回線を突破した。2000年後半以降、ISP 間でキャッシュバックや料金値下げなどで顧客を争奪する価格競争が発生し、ISP と ADSL 回線料金の合計、電話回線の基本料が別途必要が、月額3000円台前後へと低価格鏡、0年代のブロードバンド回線の主流となった。当初、 電話局から 1km 以内ぐらいの地域であれば、下り交渉帯域 1.5Mbps、実行帯域でも 1Mbps 程度であった。その後、技術の向上により2005年には電話局から数百 M という好条件であれば、下り帯域は 100Mbps を測定可能な場合があるまでに上昇している。2006年頃をピークにかつて1500万件以上、 いた ADSL の利用者は、FTTH の普及や、携帯電話のインターネット接続の高速化及び、YMAX などの高速無線インターネット接続の普及に伴って、減少に、点2006年の後半以降10年以上にわたって、連続して市販機ごとに5%程度のペースで一貫して、減少を続けており、最盛期の16%程度の241万件。 2017年6月末現在にまで減少している。固定系ブロードバンドサービスの契約数が3901万件にまで拡大する中で DSL のシェアは最盛期には75%にまでなったものがもはや6.2%にまで低下している。設備の老朽化と規模の縮小による採算性の悪化からサービス提供業者の統廃合が進んでいる。 サービス提供事業者は最盛期には数十社にも及んだが2017年現在フレッツ ADSL を利用している ISP とソフトバンク系列とその業務提携先とその多数者を除けば事実上それらの大半はサービスを終了している。シェア的にはフレッツ ADSL の利用が3割ソフトバンク系列が約6割で全体の利用者が減少する中で 業界再編の影響とフレッツ ADSL の利用者の減少の方が比較的多いことからソフトバンク系列の利用者の割合が大きくなっている。既存業者のサービス終了などにより他社との契約で ADSL の利用を継続しようとすると事実上ソフトバンク系列のサービスしか選択肢がなくなっているのも大きい。アクセスライン、接続サービスを提供する業者はホールセール、 ホールセール、卸売ともいい ADSL 回線事業者が各プロバイダと提携し、提携先プロバイダの一括サービスとして、プロバイダ窓口に契約する方式。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。